サリュー、マッシュです。あやです。今回は新型コロナウイルスによる外出制限中のパリでのマシュアの買い物ルーティン動画です。普段どのような感染予防をしているのかお届けしたいと思います。まずは外出する前のルーティンからお届けしたいと思います。それでは行ってみましょう。はい、早速ですが、あやは今マスクを作っております。買い物前にキッチンペーパーを使ってマスクを自作しております。ちなみにこのマスクの作り方はネットで調べたら出てきたので、その方の参考に作っております。マスキングテープを使うだけなのですごく簡単です。そして私たちは使い回せるマスクを持っているので、その内側にこの紙のマスクをつけて外出しています。外出制限中のパリは、外に出る場合は外出証明書を持ち歩かないといけません。インターネットで PDF が作れるので、それを作成して持ち歩いていきます。一緒に身分証明書なども持っていきます。お花ティッシュ必須です。そして消毒ハンドジェルも持っていきます。全部カバンに入れて、マシュはリュックを背負っていきます。1回の買い物ですごい量を買うので、一応リュック、エコバッグを結構いっぱい持っていきます。それでは出発したいと思います。マシュアヤビデオ。では買い物を終えて帰ってきました。はい、手にも持ってますが、エコバッグ2つ、リュックの中にも、飲み物系がねたくさん入っておりますので大変ですね。まず帰ってきましたら、とりあえず全ての商品、カバンだったりとか全部玄関の前に置きます。そしてマスクを外して、中の紙のマスクはそのまま捨てます。めっちゃひっついてる外の使い回しできる布マスクは手を洗うときに一緒に洗います。ではまず手を洗っていきましょう。しっかりと石鹸で泡立てて念入りに洗っていきます。手首までもしっかりと洗っていきます。で、手がきれいになりましたら、ここからうがいをしていきます。うがいは1回だけじゃなくて数回行います。マッシュは横振りうがいをしていますね。念のため鍵も泡でしっかりと洗います。はい、ここでマスクですね。マスクもこんな感じで手洗いでささっと洗っております。ギュッと絞ってすぐに乾くので、このマスクとても便利です。外で着ていた服などもここで全部着替えます。1回外で着た服はその都度洗濯しています。私たちはアルコールスプレーなどを持っていないので、消毒ハンドジェルをキッチンペーパーに染み込ませて、それで拭き取る形をとっています。染み込ましたハンドジェルを使って、携帯や財布など外に持っていったものを全部消毒していきます。指が触れるとこなどを念入りに拭いていきます。はじめハンドジェルを手につけたまんま拭いたらびちょびちょになってしまったので、そこから紙に染み込ませてから拭くようにしています。そして買ってきたものを早速台の上にすべて置いていきます。この後一つずつ全部洗っていくので、一箇所に固めています。そして一回使ったエコバッグなどは洗濯します。ウイルスがついていそうなものを触った後は毎回手を洗い直します。そしてマッシュは今から全部洗剤を使って洗っていきます。
つ一つ丁寧に隙なく洗っていきます。中に水の入らないようなものは全てこのようにして洗っていきます。もちろんベーコンのパッケージも同様に。袋系もこんな感じ。生で置いている野菜系もウイルスがついている可能性があるので、不本意ながら洗剤で洗っていきます。ウイルスを食べるより洗剤食べる方がマシかなって言いながら洗ってますが、体にもとても悪そうなので本当はしたくないですが仕方ない。はい、すべて一応洗い終わりました。中身が取り出せるものはすべて違う袋に入れ替えます。体系も中身だけ。この時あやはウイルスがついてる手、マッシュはきれいに洗った手という役割で動いています。箱系も中身をこのように出して、とにかくウイルスに触れないように気をつけています、はい、ここはそのまま解体してすぐに捨てます。キッチンペーパーも同様にあやに向いてもらい、マッシュが髪を取る。めっちゃウケる。卵も同じですね、中身だけ入れ替えます。すべて消毒入れ替えが終わったら冷蔵庫に直していきます。もちろんあやはこの前に手を洗っております。そして続いては、水で洗えないものなどの除菌をします。先ほど同様キッチンペーパーに、消毒のハンドジェルを染み込ませます。そして念入りに置きます。段ボールの上でもウイルスは結構生きているというふうに聞くので、ちゃんと拭きます。化粧品もいろんな人が触っているので丁寧に拭いていきます。ちなみにレブロンです。そしてレシートも念のため拭いておきます。拭きすぎると字が消えちゃうので気をつけて拭きます。商品を載せていた台も拭いていきます。たっぷりと使って練り込んでいきます。続いて外で使ったカバンたちもちゃんと除菌していきます。先ほどと同様にキッチンペーパーに、ハンドジェルを染み込ませたもので拭いていきます。よく触るところ、カバンの内側、そしてカバンの底、なるべく拭けるところを全部拭いていきます。ポーチも同じく拭きます。外で使用したハンドジェルのケースもちゃんと除菌します。ティッシュももちろん拭きます。帰ってきた際にドアノブも触ってると思うので忘れず消毒。仕上げに殺菌シートを使って床も念入りに拭いていきます。ある意味部屋がきれいになるのでいいなと思ってます。洗った商品も空拭きして直していきます。そしてすべてが洗い終わったら、手が何回も洗ってめちゃくちゃ荒れてるので保湿していきます。本当に今回で10回以上は手を洗ってるので、保湿しないとパッサパサになります。はい、お疲れ様でした。いかがでしたでしょうか。
以上が私たちのコロナウイルス予防の買い物ルーティンでした。除菌の方法は他にもハイターを使ったりアルコールスプレーを使ったりといろいろありますが、私たちはドクタージェフリーさんの動画を参考にしています。ウイルスをゼロにすることはできませんが、できる限りの予防を心がけています。それではご視聴ありがとうございました。オーバーアビアント。買い物一つでめっちゃ疲れます。今日めっちゃ疲れてます。めっちゃ疲れた今日。はぁ、あ。